人生は一杯のグラスのようなものだ。大切なのはそこに何を注ぐかである。お、来た来た。ご苦労様です。彼は今年人生に新しい楽しみを注ぐことにした。妻の説得には多少手を焼いたけれど、その妻です。お、会員制生ビールサービスキリンホームタップ始めます。ここまで長い道のりだった。いらないと思う。いやいや、特別な生ビールが家で飲めるんだよ。ビールなら家にあるし。泡のクリーミーさが違うんだって。そもそも贅沢。おっしゃる通り。ただそれ以上の価値があると思うんだ。はい、最初の一杯。ありがとう。会員制生ビールサービスキリンホームタップ始めます。